生徒事件は、1936年8月24日に、四川省生徒で起きた、日本人4名が殺傷された、敗日事件である。襲撃直後の大川反転左、上海毎日新聞記者深川京二の遺体ミリ、大阪毎日新聞記者渡辺光三郎の遺体1936年8月24日、四川省生徒で、大阪毎日新聞上海特派員。 渡辺光三郎、上海毎日新聞社員深川京に、南満州鉄道上海事務所員田中武雄、観光区二瀬戸直の4名が、同地の中国人学生を含むボートの襲撃を受け、散々に殴られ、渡辺、深川の2名が殺害され、田中、瀬戸の2名が重傷を負った。この事件の背景として、日本の外務省が、満州事変後閉館中の生徒総領時間を、 再開すべく、岩井総領事代理を派遣したところ、中国側は、日本の既得権益を無視し、開館絶対反対を表明し、民衆運動によって、これを阻止しようと図った。この結果、8月初旬以来、四川省、ことに生徒において、開館反対、岩井代理入選阻止の学生大会、市民大会などが、相次いで開かれ、配日の風潮が高まり、 岩井代理は、重慶に足止めされ、生徒入りはできなくなった。岩井代理と同行した、上記四名は、目的が単なる視察であったので、八月二十一日、重慶を出発し、生徒に赴いたところ、二十四日、宿としていた大川旅館においてボートに、襲撃されたのである。殴り殺された二人の顔はぐしゃぐしゃになり、さらに路上に打ち捨てられた遺体は、檻からの夏の列実を浴びて、 ゴム風船のように膨れ上がって変色した。9月3日に北海事件が起き、再び在留日本人が殺害された。事件発生は日本国民を噴撃させ、両国国交は一時危機に瀕した。日本はこれを機に、この種の事件発生の原因である排日の根絶、これに関連する諸方の案の解決を期して、9月、川越中中大使を通じて、 全般的国交調整交渉を開始した。以来、4ヶ月にわたって交渉が継続されたが、父として進まず、かつ11月水園事件が勃発するなどして、12月、交渉は、不成立に終わった。ただし、生徒事件は、北海事件と共に30日になって、中国側の陳謝、責任者の処罰、被害者遺族への損害賠償をもって解決された。AB 一。 日本外交史第20巻鹿島研究所出版会1974年 ABCD 外務省外交史料館日本外交史辞典編纂委員会審判日本外交史辞典山川出版社1992年454ページ AB 日本外交文書昭和期通第一部第5巻生徒事件及び北海事件外務省 2011年10月1日閲覧、ますます、以降一、日本と中国は、なぜ戦ったのか、三人社、2002年2月22日、ISBN4 から769810385、62ページ、ありがとうございます。